ナスビンボ。アロンソ選手ぐらいになると、まあ、例えばルーキーの選手だったら、まあ、ディレクターから今行けとかちょっと待てとかですけど、アロンソ選手ぐらいだと今行かせてくれって言ってるんでしょうかね。どうなんでしょうかね。いや、天気はおそらく、コックピットに座ってるとあんまり分かんないんですけど、はい、ただまあ彼ぐらいになると雰囲気は分かってるし、出てってすぐに自分で結構ジャッジすると思いますね。あ、今プッシュしていっていい。はいはい。いや、その辺はもう見てても鮮やかでしたよね、うん、だからその辺がドジ踏んじゃった人最後にいましたよね。パパはすごいのにね。ああ、そこまで。パパはドジ踏まなかったですね。そうですね、パパはすごかったですよね、はい、いや、パパの時からもうお二人はもう F1 の現場にずっといたと思うんですが、まずはですね、3年ぶりに帰ってきて、本当にタイヤの方も13日から、まあ、18日ですか、はい、触ったりとか、フラットボトムがグランドエフェクトという空気を取り込んで圧縮して出すことによって、まあ、要するにパーツではなく車本体のボトムでダウンフォースを出すということですけど、なんか走りなんかは今シーズン見ていて、まず浜島さん、だいぶこうなんか僕は一ファンとすると戦いが面白くなったと思うんです。そうですね、やっぱり真後ろにつけるようになったっていうところは非常に興味深いですし、あとやっぱりグランドエフェクトカーなので、車は本当はすごく重くなってるじゃないですか、約50キロぐらいなのに、中高速の速さは出てるということで、本当にね、ドライで鈴鹿で走るところを早く見たいですね。明日ですね。はい、津川さん、フラットボトムの時には結構要するに面積も大きかったんですが、今年の車はその面積でいうと小さくなってるじゃないですか。そういった部分だけど、吸い付くように速いっていうのはやっぱその特性でかなり、このグランドエフェクトです、まさに両サイドのウィングシェフ、あれでもうしっかりダウンフォースで作ってるんで、P1 もS 字やなんか見てると遠赤に乗るとクッとなるんですよ。乗らないでっていう水の上だったら結構しっかり走ってましたよね。そうですね。お二人ぐらいだと僕もお二人と喋れるんで、もうモニターこうやってずっと見てたんですけど、要するに水流が空気の流れのように出てる時に結構綺麗にスーッと出てたんですけど、今までだとなんかこうワワワってなった、辺が違うんですか。ちょっと見ててどうなってんだろうと思ったんですけど、水流出てると一番興奮する人ここにいますから。高橋さん、お世話になりました。お願いします。水道局で勤めてます。後ろ、今年の車って後ろの昔、去年までは後ろ水しぶきがわーっと上がってるでしょ、はい、あれが後ろの乱流なんですよ。あそこに入っちゃうと空気がちゃんと当たらないんで、フロントのウィングより後ろから来る人のウィングが効かなくなっちゃうんで、あれを収めようと、それでなるべく高い位置出しちゃいっていうのが今年の車で、だから後ろにあんだけ後ろが乱れないでシューッとなることで後ろにつきやすくなる、あれが今年の車の水しぶきというやつですね。ああ、じゃあそれで今回P1 で見れたというのは、この鈴鹿に来たファンの皆さんはもうあれが見れたことによってまず一つ勉強になりましたね。雨の日こそ見るべきなんですよ、俺に言わせりゃ。拍手。雨の日ですよ、皆さんに拍手ですよ。雨の日にこんな来たって最高ですよ、ねえ、なかなかあれですけど、でも津川さんは本当にとにかく、まあ、セナにも携わってますけど、その時代から今のこの F1、 そして今20名のトップ F1 ドライバーがいますけど、だいぶ時代は変化してると思う。津川さん、一番変わったのは何なんですかね、この昔から今の F1 と。そうですね、まず関わってる人たちの年齢が若くなりましたね、俺たちよりも。はい、当時は結構アダルトの人が中心に、はい、それでドライバーがデビューがみんな16とか17とかで出てくるじゃないですか、はいはい、昔は25、6でやっと F1 っていうのはあれは当たり前だったんですけどね。この後登場する中島三郎さんもそんなヤングではなかったですからね。いやね、でも本当わかる。浜島さんはもう本当にたくさんのドライバーも見てますけど、やはりその昔と比べると若い選手、若いドライバーがいきなり乗ってポンとこう早く乗れちゃうっていうのも何か違うんですかね。やっぱりそのシミュレーターとかね、まあ、ゲーム感覚で乗れる人が結構増えてきたっていうのも大きいと思うんですけど、はい、ただやっぱりゲームだけでは味わえないっていうかね、学びきれない部分がやっぱり実写にはあるんで、そこはやっぱり若い人は少しずつですけど学ばないといけない点ですよね。その辺はさっき言ったアロンソのこの、
ね、ちょっと雨が上がった時に今行けっていう、ああいうのはもう経験値ですよね。もう鈴鹿は特にこのクラシックサーキットは経験値がめちゃくちゃものいうとこですから、そう簡単に早いからって若い子がスパッと前には行けないんですよ。でもトップエンドのね、例えばマックスとかハミルトンはその中でもズバ抜けてるってことですよね。なるほど、やはりそういったレベルの選手はいきなり鈴鹿でも速く走れるということです。津川さんの頃、まあ、浜島さんもそうですけど、要するに無線機もそんなに今みたいにテレメトリーというコンピューターもそんなない時はドライバーのインフォメーションだけで車セッティングしてたと思うんですけど、結構ドライバーがこう津川さん的に見てこんな感じかなと思うけど、真逆を言うドライバーさんとかいてセッティングに苦労することとかあったんですか？あの僕自身はあのエンジニアに言われるだけでね、はい、あれですけど、ドライバーでいいドライバーは車をどうしろって言わないんですよ。あ、この車がああなりますこうなりますってことをエンジニアにはっきり言える人なんです。速い人は、あ、良いドライバー、はい、速いドライバー、例えばアンダーステアが出る、オーバーステアが出る、でもその時はスロットル踏んだ時か、ミディアムの時か離した時かっていうものを的確にコーナーコーナーで自分の状況の時に車がどうなることっていうのをちゃんと言える人がちゃんと車を作れるんですよ。いやここちょっと硬すぎるとかウイングもうちょっとっていう人はまずあまり車できないんです。なるほど、なんかそういう声よく聞きますよね。僕もあのモータースポーツ86のワンメイクとやってると結構そういうこと言ってる人いますけど、なるほどそういうことなんですね。浜島そうですよ、速いドライバー、やっぱりタイヤの開発でも、違いをきちんと言える人で、違わない時に違わないって言える人、これがやっぱり速い人ですよね。たまにあれですよ、お二人ぐらいだとこいつ本当大丈夫かなこのドライバーっていうんでいじったふりしてちょっと肩越したから走ってみてどうとかそういうのをやっちゃう。あの今の時代はないんですけど、はい、僕らの時代はものすごいあったんですよ。なんか例え話で面白い話やったら一つ、あるドライバーなんですけど、あのやっぱり、そのアンダーステアオーバーステアぐちゃぐちゃぐちゃ言うんですよはい、でだからこうやってじゃあ車高後ろちょっと上げたからこのぐらい変わるはずだよっていじっちゃいないんですよ、うん、で行ってみて、おお良くなったよって言うんですよ、はい、何も変わってないんだけどねじゃあもうマインドの問題ですね。そうするとみんながああそこまでねっていう、このドライバーそこまでねと、あ全然変わってませんってもし答えが来たら、あこいつ分かってるなと。タイヤをそういった時にあったんですか、タイヤから。わざとじゃなくてもマ、はい、インドでやる時があるんですけど、はい、そうするとやっぱり的確に言えるかそうじゃない人っていうのがありますね、はい、で特に、まあ、今日は雨降ってますけどこれもしドライになると路面がどんどん変わるじゃないですか、はい、だからその分も読んでこのタイヤは差がある差がないってちゃんと判断できるっていうドライバーはやっぱり優秀ですね。なるほど、じゃあ今日ここに飾られてる20名はそういうところは EL ドライバーの皆さんですよね。ほとんどがそうだと思います。大丈夫ですね、はい、津川さん一回見てなんか右の方でムムムとか言ってるんですよ。大丈夫です、大丈夫です。であとタイヤの話だと浜島さん、その先ほどレギュレーションは大きく変わって13インチから18インチ、まあ1ファンとするとすごくまた見た目がかっこよくなったんですけど、まあ車をセッティングするチームであったりドライバーだとこのインチが変わると何か変わるんですか？もちろん中の構造とかねいろいろいじってる可能性はありますけど、やっぱり外径はあまり大きくしないで18インチにしたんで、やっぱりサイドウォールの高さがこう短くなってるんですね。ですから、彼らが失敗した時、タイヤを滑らした時にどっかへポーンと放り出される力が強くなってしまったんで、その部分はやっぱり鈴鹿でもね気をつけないと、鈴鹿特にエスケープゾーンがほとんどないですから、はい、ぶつかってしまう確率が高いですね。しかもタイヤ重くなってますから、はい、4箇所に重いものつけたことになるんで、これもまた慣性モーメント大きくなってるんで、滑り始めたら止まんないっていうところが辛いところじゃないかなと思います。先ほどの最後のシーンも川に乗った瞬間すごかったですもんね。そうですね、早いですよ。ただあれですか、車を作るにはそういった部分ぐらいでそんな大きな要素ではないんですか、セッティングなんかで。いや、中のインチが変わったんでやっぱりサスペンションの考え方はだいぶ変わってんじゃないかなと思います。じゃあその辺でスタートダッシュでいいチーム、はい、また逆に最初良かったけど少しこうまた周りが開発して少しね柔軟に来てしまったチームっていうのもあるわけですね、うん、そうですね。津川さんなんかどうですか、ここまで大きくレギュレーションが変わった今年のシーズンを見て、例えばベンツ、メルセデスが、まあ、ずっと勝ってたのに急に少し
とか、どうなの？車だけを見ると確かにメルセデスははっきり言って、今順番があって、車の順番があって、レッドブル、フェラーリ、メルセデスっていう順番はもう動かないんです。それは縮まったり何かの用事上行ったりするんだけど、ベーシックはこの3123になってるんだよね、はい、ただそのメルセデスが3になった理由っていうのは、メルセデスが失敗したことじゃなくて、やっぱり昨年最終戦までレッドブルとやり合ったっていうのがすごく大きな要素になってると思うんだよね。ですから今年の車を作りじっくりと作り上げる時間がなかったんで、ある程度あのデータ上で作ったもんだと思うんだよね。ですからデータでいいからドンと言ってみたら、やっぱりこうなっちゃうとね、どうにもなんない、そういうようなとこがあったんで、失敗じゃなくてやっぱり一つ突っ込みきれなかった、時間的に突っ込みきれなかったっていうのがあるんで、今でも上がってきてますから、はいはい、その3番手の位置なんだろうと、これいつでも来年またひっくり返る可能性は十分ありますからね。この日本でひっくり返るってこともありますか？それはなかなか難しい難しいところですね。ただあのメルセデスもそのある条件下では速いという設計のもとに作った車なんでね、うん、で実際にコースで走らせたらうまくいかなかっただけですから、それを今アジャストしながら彼らは熟成してるわけですよね、うん、だからやっとここまで来たんで、はい、のっけから全然ダメなものを出したわけではないっていうことだけはみんな分かってた方がいいと思います。なるほど、今の津川さんと、ね、浜島さんのお話でよく分かりましたが、この後P2 があって、今回はタイヤテストがあるということで、60分枠が90分枠になるということですけど、まあ、このまま天気予報を見ると雨が続いちゃうんですが、そういった場合はチームはどんなプランでこの P2 を走るんでしょうか？タイヤの制限もあると思いますが、浜島さんいかがでしょうか？ウェットの場合ですと、ウェットの場合だと今 P1 で結構走りましたよね、うん、でウェットタイヤは数の制限ありますから、まあ、ちょっと節約モードに入るかもしれないですね。ってことは僕たちはじーっと雨をたくさん津川さん見なきゃいけないんですかね、雨が降る姿をだからあの逆に車の雨しぶきですよね、はいはい、もう本当にゆっくり見てください。そうすると、あ、速い車と例えばレッドブルの後ろのしぶきと、申し訳ないけど後ろの方の車の後ろのしぶきがどのぐらい違うかってね、まあモニターなんかでこうゆっくり眺めてもいいし、ストレート走るの見てもいいから見ると、間違いなくあれちょっと違うんじゃねえかっていうのが分かるんで、うわ、その辺をじーっと、もう穴の開くほど、穴開けちゃダメですよ、でも穴の開くほど見ると面白いですよ。じゃあ P2 はそうやって見る方がいいですね。ただ確かに浜島さんが言った通りにだいぶ走っちゃってましたんで、勢いよくタイヤの数が少ないからちょっと出てくるタイミングが、そうですね、だからあの数少ないチャンスをぜひぜひしっかりと見ていただいて、そのウォータースプレーもそうですし、うん、やっぱコーナーに入っていく速度、こういったもんもあのぜひよく観察していただけると F1 の面白さが分かるんじゃないかなと思います。じゃあそのようにね P2 は見ていこうかなと思いますが、あとお二人すごくこれからあの大変な質問をしてしまいますが、予選の順位を予想していただきたいんですけどいきなりこの、まあ、雨しか走ってないのと今までの順列ですけど、いかがでしょうか？やはりホンダ、ね、日本グランプリでついてますから、どこが前の方に来るかという、まあ、リップサービスでも結構ですが、めちゃくちゃ行ってもいいですか？めちゃくちゃ行ってもいいです。じゃあポールポジション、ポジションにアロンソ、はい、2番手にペレス、おそれで3番4番がフェラーリか、そこにマックスが来るかなぐらいの感じはいかがでしょうか？あ、いや確かにすごいいい、僕はその辺で手打ちませんかまあそうですね、順列は今ね津川さんの方が言ったそのトップ3を中心にということですけど、でもアルファロメオのバルテリボッタスもね非常にここ得意としてますし、ここで勝った選手もいっぱいいますので、これはあれですか、明日の P3 を見てからだともうちょっと容易に言えますかね？もちろんそうです、 そうです、まあ、ただこの間のシンガポールも加味すると、うん、まあフェラーリはポールは取れるかもしれないですね、ああと心の中では思ってます。なるほど、じゃあやはりでもレースは厳しいかな、ああなるほど、
なんかシーズン深くなるとタイヤの垂れが大きくなる車ってあんまり見たことなかったんですけど、うん、あの赤い車ちょっとね、なんか調子悪いですよね。あの目指すところが、目指す目標がちょっとずれましたよね。だから多分ポールポジションは狙ってくるよね、間違いなく。その代わりレースよりももうポールの数でいくんじゃないかと思いたくなるぐらい。本当予選早いですからね、ロングの時にあと作戦とかそういった部分で下がっちゃうんですよ ね。作戦がまた上手だからね、はい、すぐ譲っちゃうからこれはちょっとね、はい、あのぜひルクレールも作戦も良くして来年に備えるって言ってたから、はい、その辺トレーニングしてほしいですね。なるほど、はい、深いですね。勝つためには深いなというふうに思いますが、ただまあ本当に明日また土曜日そして日曜日と、まあ、あの普通の、まあ、お仕事をしている方はお休みで、この鈴鹿にたくさんの方が来てくれる、またチケットもねソールドアウトということで本当に嬉しい限りだと思います。天島さん、たくさんのファンの方にあのこの後、まあ、3日間ですけど今日集まった金曜日のお客様に一言メッセージをラストに送ってもらいたいんですが、いかがでしょうか。あのぜひ、角田君がチェッカー受けるのをみんなよく願ってください。あ、そうですね、やっぱねチェッカー受けてほしいです。そうですね、はい、速さはあるけどこの最後、はい、ぜひね彼が集中してこうずっと走れるよう応援していただきたいなと思ってます。応援しましょう。応援します。ゆき選手にパワーを送りましょう。津川さん、じゃあ一言お願いします。今回チケット完売で、実を言うと僕の知り合いでも買えなかった人がいっぱいいたんです。っていうことはここに来てる方みんな超ラッキーなわけじゃないですかね。チケットがあるんだから、そう思うとチケットにお金を払った分、チケットを手に入れた分、もう死ぬほど面白いことやっていかないと損だから、興奮して楽しんでってくださいよね。雨が降ろうがやりものが、雨が降るのも F1 のうちですから、濡れてなんぼのもんじゃいということで、まあ体だけを壊さないようにしてほしいけど、思いっきりもうどんちゃん騒ぎ、それからファン自分のひいきが来たらうわーってやってくださいね。そうしないと F1 じゃないから、ぜひ頼んで楽しんでください。いや素晴らしい言葉です。ありがとうございます。ということでね、トークの方ここで締めたいと思うんですが、お二人最後に集まっていただいている皆さんと記念撮影の方お願いしたいと思います。じゃあ記念撮影でこちらの方立っていただいて、皆さんもねぜひぜひ今オフィシャル濡れない程度に前のその辺濡れない程度、すいませんお尻向けます、はいでは皆さん笑顔お願いします。フォトセッションです。3、2、1どうぞ。ありがとうございました。改めてご紹介します。この時間のゲストは浜島博英さん、そして津川哲夫さんでした。ありがとうございました。貴重な話ありがとうございました。まあ雨が降ろうと槍が降ろうとというね、今の世の中槍も降ってくる世の中になりましたからね、ぜひ皆さん楽しんでください。ではこの後また時間が来ましたらすぐ登場します。雨ですけどね、風邪ひかないように、そしてまたお時間ある方はぜひステージ前残っててください。ありがとうございました。